こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はヤバい囚人収容施設って聞いたら、どんなのを思い浮かべる？囚人収容施設？刑務所とかってこと？それなら、日本の網走刑務所とか、昔海外にあったアルカトラズ刑務所とかはかなり有名よね。確かにその二つは有名な刑務所だな。しかし、江戸時代の日本には、さらにヤバい場所があったんだぜ。そうなの？それは、小伝馬町牢屋敷。今日は死刑よりも過酷なサバイバルと呼ばれる、小伝馬町牢屋敷での獄中生活について、紹介していくぜ。死刑よりも過酷？それは確かにヤバいわね。ぜひぜひ、詳しくお願いするわ。それじゃあみんな、ゆっくりしていってね。1、小伝馬町牢屋敷とは、小伝馬町牢屋敷はかつて江戸に存在した囚人などを収容するための施設で、現在の東京都中央区日本橋小伝馬町にあったんだぜ。日比谷線の小伝馬町駅が最寄りになるのね。秋葉原の隣の駅だし、東京駅からも歩けなくはない場所ね。この小伝馬町牢屋敷は当時の江戸最大の囚人収容施設で、日本橋小伝馬3丁目から5丁目にわたって設置されていた。その敷地は2618坪、約8639平方メートルの広さで、周囲は高さ約3メートルの塀で覆われていたんだぜ。すごい規模の施設だったのね。そういえば冒頭から、魔理沙は小伝馬町牢屋敷のことを囚人収容施設って言ってるけど、ここって刑務所なんじゃないの？実は江戸時代には基本的には懲役や禁錮といった刑がなくて、囚人が刑に服する、いわゆる現代の刑務所にあたるものはなかったんだ。小伝馬町牢屋敷は未結囚を収監する、現代の拘置所に近い性質を持った施設だったんだぜ。ふむふむ。流れをざっと説明すると、まず事件への関与を疑われて逮捕された容疑者は、町奉行所で取り調べを受け、事実確認がなされた後、小伝馬町牢屋敷に収容される。その後、もろもろの取り調べが行われ、最終的に町奉行所のしらすで判決が申し渡されていたんだ。裁判の結果斬死刑になった人は、牢屋敷内に設けられた死刑場で斬死されたんだぜ。小伝馬町牢屋敷は、死刑場が併設された拘置所だった。ってわけね。怖いわ。この牢屋敷には300名から400名ほどの人数が収容されていた。それらを管理する側の責任者である牢屋奉行は代々世襲で、牢屋奉行の配下には40人から80人ほどの牢屋役人、さらに極低50人程度の部下がいたんだぜ。収容される犯罪者の人数に対して、役人の数が結構多い印象だわ。まあ牢屋の監視だけでなく、取り調べから斬首まで行っていたわけだからな。人ではたくさんあるに越したことはないぜ。なんとなく概要はわかったわ。けど、まだそんなにヤバい感じはしないわね。小伝馬町牢屋敷がヤバいのはここからだぜ。次は、実際に犯罪者が収容される様子を詳しく説明してくぜ。2、待遇が決まってしまう入牢の儀式。奉行所から牢屋敷へ移送された犯罪者は、まず鍵役と呼ばれる役人に全身をくまなく調べられる。衣服の中はもちろんのこと、丸裸に剥かれて口の中や髪の毛の中、足の裏までしっかり見られるぜ。まあ現代でも刑務所に入るときはお尻の穴までしっかり見られるっていうし、これは仕方ないことね。この時に危険物や金製品、お金などを所持していれば、当然没収されるんだぜ。その後牢屋に入れられるわけだが、新参者の囚人は牢屋に入ると早速、先輩である囚人たちから質問攻めにされる。この時に聞かれるのは、何の罪を犯したのかや、どういう経緯でここに来ることになったのか、とかだな。まるで転校生に群がる学生ね。そんな生優しいもんじゃないんだぜ。一通りの質問が終わると、先輩囚人は新人に命の鶴は持ってきたか？と質問する。これの返答次第で、新人のその後の待遇が決まってしまうんだぜ。命の鶴って、何のこと？これはお金のことだぜ。新人はこっそり持ち込んだお金を先輩囚人に渡すことで、その後の獄中生活を優遇してもらうことができたんだぜ。でも身体検査で丸裸にされてちゃ、お金を持ち込むことなんてできないんじゃない？だから犯罪者たちは、服の帯にお金を縫い込んだり、あるいは事前にお金を飲み込んでおいて、数日後に排泄物から取り出したりしていたんだぜ。運まみれのお金はちょっと抵抗があるんですけど、もしここで全くの一文なしだった場合、どうなるのかしら？その場合は地獄が待っているぜ。お金を全く持っていなかった場合、お前は、すっ
点々できて、ここをどこだと思っているのか、と先輩たちから説教を受けた上、縄で縛られ板や棒で滅多打ちにされる。さらにその後は熱病の人がいるスペースに放置。ここで感染せずに生き残ることができれば、ひとまず牢屋敷への通過儀礼はパスしたとみなされたんだぜ。初手から無理ゲーすぎる。本当に何にも知らずに牢屋敷に入ったら、ひどい目に遭っちゃうのね。こんなのはまだ序の口だけどな。え？まあその辺は後で、牢屋敷の生活のところで詳しく説明するぜ。その前にまず、罪人たちの身分格差について紹介しておこう。3. 罪人の身分格差。江戸時代は現代とは比べ物にならないぐらい、身分格差が厳しかったんだぜ。それは牢屋敷でも適用されていたのね。ああ。牢屋敷では、身分ごとに収容される牢屋が分けられていたんだ。小伝馬町牢屋敷では、牢獄は東大獄と西大獄に分かれていて、東大獄には戸籍のある人、西大獄には戸籍がない人が収容されていた。東大獄より西大獄の方が、牢内の治安は悪かったと言われているぜ。それぞれの大獄はさらに二間牢、大牢、奥上げ屋、内上げ屋に分かれていて、庶民は大牢と二間牢、御家人や大名の家臣、僧侶、医師、山伏などは上げ屋に収容されていたんだ。また、途中からはこれら二つの大獄とは別に用座敷というものが作られ、そこには旗本や身分の高い僧侶、官主などが収容されていたんだ。ちなみに女性の囚人は、身分に関係なく西大獄の上げ屋に収容されることになっていたんだぜ。基本的には身分で空間を分けていたわけね。ちなみに、それぞれの牢内の環境って、どんな感じだったのかしら？牢屋ごとにかなり環境に違いはあったぜ。庶民が送られる大牢は、トイレが牢内にあり、窓はなく、日光がほとんど入ることはない。衛生環境がいいはずもなく、常に感染症が蔓延しているような環境だったんだぜ。しかも大牢にはギチギチに犯罪者が押し込められていた。平野囚人たちは畳1枚のスペースを、6人から最大18人で使用しなければならなかったそうだぜ。圧迫祭りにも程がある人口密度ね。暗いし臭いし汚いしで、もうすでに死にそう。実際、牢屋内で命を落とす者も多かったぜ。一方で身分の高い者が入る用座敷は待遇が良く、身の回りの世話をする付き人がついたり、要求すれば本や筆、紙なども購入できたそうだぜ。同じ犯罪者でも一般ピープルとVIPでは、待遇が全然違っていたのね。それに加えさらに牢屋敷の中には、独特の身分関係があったんだぜ。そういえばさっき、平野囚人たちはって言ってたけど、それと関係ある？ああ、終わりだぜ。牢屋敷には役人や監視とは別に、囚人たちによる自治組織があったんだぜ。自治組織？ああ、これは幕府公認のもので、定数は各官房で12人。一番偉いトップは牢名主と呼ばれ、その他にも病人を介護する粗役、食器を洗う本助け番など、様々な役割分担があったと言われているぜ。確かに囚人たちが増えてきたら、自分たちで自治を行ってもらう方が役人も楽だとは思うけど、牢名主の役目は、第一に牢内の規律の維持、喧嘩、脱獄、自殺を防ぎ、外部の役人との連絡に当たることとされていたんだぜ。そう聞くと、なんだかすごく牢内の秩序が保たれていた感があるんだけど、そう思うだろ？でも実際は、牢名主が横暴と悪徳をはびこらせる張本人であること多かったんだぜ。そしてこれが、小伝馬町牢屋敷の地獄の根源だったと言っても、過言じゃない。え、怖い怖い。一体、牢名主によるどんな自治が行われていたのかしら？まずこの牢名主だが、これは幕府や役人が決めるのではなく、どんな犯罪を犯して捕まったのかを判断材料に、囚人たちが自分たちで選んで決めていたそうだ。まるで囚人たちの総選挙ね。そうなると、最もヤバい罪を犯した極悪人が選ばれてしまいそうだわ。その通り。牢名主をはじめ、牢内の自治組織の定数12人は、他の囚人たちがあっと驚くような罪を犯したもので構成されたんだぜ。濃縮された犯罪者が自治を行うわけね。明るい未来が見えるわけがないわ。この牢名主たちによる自治は苛烈を極めるものだった。次は、この牢名主たちの権力に支配された、牢内の実際の生活について紹介していくぜ。聞きたいような、聞きたくないような。4. 牢屋敷での生活。牢名主たちによる牢内の統治は、苛烈を極めたと言われているぜ。牢名主は10枚ほどの畳を重ねて最も高い場所に座ったのに対し、
平囚人は1畳に7、8人すし詰めで、地べたに足を伸ばすこともできなかったとか。さっきもちょろっと言ってたわね。足を伸ばすこともできないなんて、辛すぎるわ。最初の入牢時に、牢名主にお金や物を差し入れできていれば、待遇は変わってくるんだけどな。このように他の囚人たちから巻き上げた金品で、牢名主たちは役人に賄賂を渡し外部のものを自由に購入し、割と快適に暮らしていたと言われている。そして気に食わない奴がいたらいじめたり、暴力を与えて、時に命を奪うこともあったそうだ。いくら牢名主だからって、そんなことが許されるの？もちろん、公然と殺人を犯すことはいくら牢名主であっても、許されることではない。しかしそこは検視をする医師に賄賂を渡すことで、病死と嘘の診断をさせていたんだぜ。やりたい放題ね。牢名主たちが行ったことで、最も恐ろしいのは柵作りと称される殺人だ。柵作り？これは牢屋内の人員が、生活をするのに支障をきたすぐらいに増えてしまった時に行われた、いわゆる間引きのことなんだぜ。間引き。この時ターゲットにされたのは主に牢内の規律を乱す者、元岡っ引きや目明かし、いびきのうるさい者、牢外からの金品による差し入れのない者だったと言われているぜ。柵作りは夜に囚人が寝ている間にひっそりと行われ、翌日には病死として扱われていたんだぜ。カプセルホテルでいびきがうるさい人には確かに殺意が湧くけど、でもまさか本当に消されちゃうなんて。牢内でも、特に岡っ引きに対する扱いはひどいものだったんだぜ。岡っ引きって時代劇にもよく出てくるけど、いわゆる警察官みたいな人のことよね？ああ。当時の警察組織の末端である岡っ引きは、犯罪者などの逮捕にあたる一方で、容疑者をいじめるなど、素行の悪さでも知られていたんだ。恨みが巡り巡って、帰ってきてるわね。その岡っ引きが入牢した時は、牢名主の指示で、縛り上げた上で毎朝板切れで叩かれることになる。そしてこれは10日間、続いたと言われている。と、10日間、岡っ引きはお物を食べさせられたり、とにかくひどい扱いを受け続けて、そして最後には、陰の受け入り、いわゆる金敵をして、とどめを刺されたそうだ。今、前段性視聴者の股間がヒュンとしたんじゃないかしら。にしても、さすがに横暴すぎないかしら？他の囚人たちが一致団結して、牢名主に下克上するようなことはなかったの？もちろん、そういう事例もあったぜ。日頃の恨みが積み重なった囚人たちの逆襲に遭い、また押さかれた牢名主もいたそうだ。またヒュンとなる話を。結局、平野囚人であっても、牢名主であっても、絶対安泰な環境じゃなかった。ってことなのね。小伝馬町牢屋敷での囚人生活は、何の楽しみもないものだったのかしら？そんなことはないんだぜ。数少ない楽しみの一つとして、毎日の食事があった。ご飯。そうね、娯楽がなければ食べることが唯一の楽しみよね。一体どんな食事が出ていたのかしら？食事は牢獄によって多少の違いはあったものの、基本的に朝というの1日2食。1食あたり約2合の白米が出されたんだぜ。2合って、めちゃくちゃ多くない？現代人の感覚ではそうだが、当時では割と一般的な量だったんだぜ。これに加えて、服飾を買うための雑用銭というのが支給されており、これを払うことで、味噌汁を買うこともできたんだ。外にいる身内からお金を差し入れてもらえたものは、香の物や野菜を買うこともできたんだぜ。やっぱりここでもお金が物を言うのね。また、これらとは別に年に1回、刻みサバそうめんとごま煮のナスが配給され、正月には雑煮が振る舞われたぜ。イベント食もあったのね。あとは意外かもしれないが、実は飲酒も認められていたんだぜ。え、そうなの？一日に飲める量は決められていたけどな。けどその辺も、賄賂次第ではどうともなったんだぜ。お金と牢内での地位があればそれなりに飲食生活を送れそうだけど、もし牢内での地位が最下層だったら、基本的には白米しか食べれない。ってことか。ああ。だから食事は出てても、栄養が偏って命を落とす囚人も多かったんだぜ。あとは囚人たちの楽しみとして、博打があったんだぜ。博打はさすがに NG なんじゃないの？もちろん、表向きには禁止されていたぜ。でも囚人たちはサイコロを自作して、こっそり博打を楽しんでいたんだぜ。ざわ、ざわ。でも地位とお金のない最下層の囚人からしてみれば、博打は一発逆転のチャンスでもあるわよね。役人たちも、さすがに娯楽が何もないのはかわいそうだと黙認していたみたいだな。まあ博打が盛り上がれば、自分たちに渡る賄賂も増える。っていうのも目論んでそうよね。そういえばお風呂はどのくらいの頻度で入れたの？入浴は月に数回程度は入れたんだぜ。
でもこのぐらいじゃ、劣悪な衛生環境を変えるには全く足りなかったみたいだけどな。まあ、ないよりはマシって感じね。現代の刑務所みたいに、中庭で運動をする時間みたいのはあったの？そんなものは全くなかったぜ。そもそも敷地内には、囚人たちが散歩できる中庭みたいなスペースはなかったからな。じゃあ一度収容されたら、全く外の空気は吸えなくなっちゃうわけね。基本的にはそうだな。でもごく稀に、囚人たちが全員外に出れるボーナスタイムが訪れていたんだぜ。え？一体何かしら？それは火事の時だ。牢屋敷の近くで火事が起き、炎症の危険性が高まった場合は、縄付きではあるものの、牢屋敷の敷地に出ることができたんだぜ。これは確かにボーナスタイムね。ちなみに明暦の大火の時には、切り離しという処置が取られたんだぜ。切り離し？これは大火事で一刻も早い避難が必要だったため、囚人たちを牢屋敷前で解放したという処置だ。え、そんなことして大丈夫なの？その時の牢屋奉行は、戻ってこなければ、一門ともども成敗する。と告げて、後日集合する場所を指定したそうだ。それで、火事が収まった後、みんな戻ってきたの？この時戻ってこなかったのは、たった一人だけらしいぜ。そうなんだ。なんだか、江戸の人情と義理堅さを感じるエピソードね。ちなみにこの明暦の大火を機に、切り離しはしっかり制度化されることになって、大火事の時に解放された者が、3日以内に集合場所に来た場合は減刑する、と定められたんだ。以降も大火事の度に切り離しは行われたが、8割以上は毎回指定の場所に戻ってきたそうだぜ。囚人たちにとって、火事は外に出れるチャンスで、減刑にもなるチャンスだったのね。いじめに食事に娯楽に火事に。囚人たちの生活がなんとなく見えてきたわ。牢名主さえなんとかしてしまえば、それなりに過ごせるような気がしてきたわ。ふ、甘いな霊夢。え？最初に言っただろ？牢屋敷では裁判の前の取り調べも行われる。この取り調べこそが、古伝魔教牢屋敷の地獄の真髄と言えるところなんだぜ。牢名主以上にヤバいものがまだあるってこと？怖いけど、詳しく聞かせてちょうだい。5、恐ろしい拷問。古伝魔教牢屋敷での生活が、死刑よりも過酷と言われる理由。それは取り調べという名の、拷問があったからだ。5、拷問。牢屋敷に収容された囚人は、敷地内に設置されている詮索所で取り調べを受ける。取り調べ室みたいなもの？ああ。と言っても、建物に入るのは取り調べをする役人だけで、囚人は庭に敷かれた藁の上に座らせられた。そして取り調べの第一段階として、まず鞭打ちの拷問を受けることになる。この鞭打ちは激痛を伴うもので、ほとんどの犯罪者は十数回これをやられただけで、自らの罪を自白したというぜ。え、第一段階から飛ばしすぎでは？こういうのってまずは優しく問いただして、カツ丼食うか？みたいな流れになるんじゃないの？江戸時代にそんなことがあるわけないだろ。特に江戸時代は今と違って、本人からの自供が最大の証拠として扱われていた時代だ。だから役人たちも、何としても自供を引き出すべく、様々な拷問を準備していたんだぜ。ちなみに鞭打ちは50回ほどすると囚人は意識を失ったらしく、その場合は気付け薬を飲ませて、次の拷問に移ったそうだぜ。他に一体どんな拷問があったのかしら？鞭打ちで自白しなかった囚人は、次に石田木攻めという拷問を受けることになる。これはギザギザと波打った木材の上に正座させられて、そして太ももの上に1枚50キロはある石材を、どんどん積み重ねていくというものだ。1枚50キロ？しかもそれを何枚も？絶対に足がダメになること必死じゃない。石は乗せるだけじゃなくて、さらに役人が力を込めて揺らしてくるからな。足からの出血はもちろん、骨折することも当然だったんだぜ。いででででででで。積み重ねる石が4枚頃になると、今度は逆に足の神経が麻痺して痛みを感じなくなり、命の危険が出てくるため、そうなったら一旦拷問は中止されて、少し回復を待って次の拷問に移るんだぜ。まだ次の段階があるっていうの？ここまでの拷問は詮索所で行われていたものだが、ここからは拷問蔵と呼ばれるところに連れて行かれる。もう名前からしてやばいわね。囚人が次に受ける拷問は、エビ攻めだ。これは油をかいた状態で後ろ手に縛り上げられ、顎と足が密着するように、二つ折りの姿勢にされて縄で固定されるものだぜ。まるでエビが丸まった姿のようにされるわけね。囚人はこの二つ折りの姿勢で3、4時間放置される。
この姿勢で固定されると全身の血流が悪くなり、耐え難いほどの苦痛を受けると言われているぜ。体勢だけでなく、囚人の皮膚も真っ赤なエビのような色に染まっていき、冷や汗が溢れ出るようになる。さらに時間が経つと今度は皮膚が紫色になり、最後は青ざめて真っ白になっていくそうだ。この段階でも自供しなかった場合はエビ攻めはここで一旦中止して、次の拷問に移るんだぜ。まだあるのね。最後の拷問は釣り攻め。これは囚人を後ろ手に縛って宙吊りにして、2、3時間放置するというものだ。あれ、なんかいきなりシンプルかも。舐めてるととんでもない目に遭うぜ。釣り攻めでは最低限の縄しか使わないため、時間が経つにつれ縄の部分に囚人の体重がかかっていき、縄は皮膚に食い込み、耐え難い苦痛を生み出すんだ。これはこれまでの取り調べの中で、唯一正式に拷問と称されるほどの、厳しいものだったんだぜ。いやいや、ここまでも十分拷問なんですけど、私だったら第一段階でも耐えられないわ。霊夢のように、あまりにも耐え難い苦痛のせいで、本当はやっていないのにやりましたと自供する囚人も多かったんだぜ。冤罪率やばそうね。そして自供した囚人は奉行所に連れて行かれ、刑を確定される。そしてまた牢屋敷に戻って、刑の執行を受けたというわけだ。そういえば、小伝馬町牢屋敷は敷地内に死刑場もあるって最初に言っていたわね。死刑以外の刑も執行していたんだぜ。例えば盗みは、見せしめの意味も込めて、屋敷の前で50叩き、100叩きの刑に処されていたんだ。盗みの被害額が多い場合は、この後詮索所で腕に入れ墨を掘られていたぜ。また盗みの額が重量を超えた場合は、斬死刑に処されていた。これも小伝馬町牢屋敷内で執行されていたんだぜ。重量って、現代で言うと80から120万円ぐらいよね。そう考えると、江戸時代はかなり盗みに対して厳しかったのね。盗みは当時最も多い犯罪だったからな。抑止力にするためにも、厳罰化する必要があったんだと思うぜ。とまあ、今日は死刑よりも過酷なサバイバルが待ち受ける、小伝馬町牢屋敷について紹介してきたんだぜ。小伝馬町牢屋敷は明治8年に市ヶ谷監獄が設置されると使われなくなり、現在では十四公園となり、近所の人々の憩いの場となっているぜ。ここには当時処刑の時間を知らせるのに使われていた金や、かつて収容され処刑された吉田松陰の石碑などが残っている。また公園の隣は十四スクエアという公共複合施設があって、地域包括支援センター、訪問看護ステーションや保育園などが入っている。ここには別館もあって、そこでは小伝馬町牢屋敷の資料が見れる展示館もあるんだぜ。昔は地獄のような場所だったけど、今では地域の人たちに活用されている場所なのね。マリサの話を聞いて興味が湧いたから、ぜひ今度行ってみるわ。このチャンネルでは今後も、歴史に関するいろいろなことについて、紹介していくんだぜ。みんなも小伝馬町牢屋敷のトリビアがあったら、ぜひコメント欄に書いていってね。チャンネル登録もしてくれたら、嬉しいんだぜ。それじゃあまた、次回の動画で会いましょうね。最後までご視聴、ありがとうございました。